はい、どうもこんにちは。東大阪市慢性腰痛専門整体のぞみ院長の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、腰痛ではなくてですね、頭痛についてですね、お伝えしていければと思います。で、今日の動画はですね、どういう方に向いてるかというと、頭痛がある方、そして筋肉の緊張、よく言うのは首のこり、そして肩のこりがある方で、後頭部のですね、ここの頭痛、ここが痛くなる頭痛の持っているあなたはですね、この動画非常に有効になってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい。で、前回ですね、ここの耳を使った頭痛の取り方、そして首を使った頭痛の取り方、この2パターンをですね、1本の動画で送らせていただきました。で、今回ですね、お伝えしていくのは後頭部のですね、頭痛の取り方っていうのをお伝えしていきます。で、後頭部はですね、結構ですね、筋肉、まあよく言われるのはこういう首の、こういう姿勢の方が非常に多いです。で、こうなると何が起こるかっていうと、ここの首の後ろの筋肉ですね。ここで筋肉が頭が倒れないようにずっと支えてくれてるわけなんですね。で、ここが支えてるってことは、ここの筋肉がこういう姿勢の人よりめちゃくちゃ使ってるってことなんですよ。頭が倒れないように。で、頭はだいたい5キロぐらいあるって言われてます。で、要は、こう、例えばボーリングの球をですね、こうやって持つのかですね、こうやって持つのかってなると、こう持ってる方がしんどいんですね。これ頭も一緒です。頭がここだとしたら、前に行ってるとここがパンパンに疲れてくるんですよ。で、こうやって持った方が楽なんですね。なので、重心がここが前に行くと、筋肉がいつも以上に頑張ってしまいます。そうすると、ここの後頭部の筋肉、首の後ろの筋肉っていうのはものすごくですね、緊張が高まって筋肉のコリに変わってきますので、そういうあなたはですね、ぜひこの動画を試していただければと思います。はい、では早速ですね、やり方についてお伝えしていきます。で、今回後頭部編なんですね。後頭部編です。で、これはですね、結構難しいんですけれども、後頭部なので首をですね、下に向けますよね。映ってますかね。下に向けます。で、次斜めに向けます。こういう形です。斜めで頭をですね、こう持ちます。で、この時にぐーっとこれでですね、ここがすごい伸びている感じですね。この辺です。見えますかね。見えてます。この辺ですね、首の後ろ、ここが伸びていれば OK です。で、これを10秒ですね。ぐーっと後頭部から肩にかけての筋肉を今伸ばしてます。ぐーっと。で、次反対です。こうして、このままだと伸びないので、ちょっとね、顔をこっちへ向けます。ぐーっと。そうすると、ここが非常に伸びてきます。ぐーっと。これも10秒です。こういう形ですね。10秒伸ばしていきます。で、最後ですね、今左右を伸ばしたので、最後は、両手を頭の後ろに組んでもらって、これですね、首を倒して、あとは手で、この手でですね、首を前に倒していくだけですね。これも10秒です。そうすると真後ろが伸びます。首の真後ろっていうのが伸びてきます。こういう形ですね。見えますかね？こういう形です。で、そうすると、今3パターンを伸ばしたんですね。で、どこ伸ばしたかっていうと、ここの首の、まあ、後ろですね。左、そして右、そして最後、真ん中。こう伸ばす、こう伸ばす、こう伸ばす、で、こう伸ばす。この3パターンをお伝えしました。で、この筋肉がですね、結局硬くなる原因って、やっぱり姿勢であったりします。なので、このストレッチ法はですね、どっちかというと、まあ、対照的な療法にはなってきます。ただ、これを続けていくことによって何が起こるかというと、こうなっているやつがこっちへですね、だんだん筋肉がですね、伸びてくると、こっちへ戻ってきます。なので、頭痛でもし悩んでいるあなたもですね、こういうストレッチをですね、3パターン、1、で、2、で、3、この3つですね、ここを伸ばす、ここを伸ばす、そして真後ろを伸ばす。この3パターンをしていただければ、今回お伝えしていく、まあ、頭痛ですね。後頭部に対する頭痛のストレッチ方法っていうのは今の3つでですね、簡単に取れてきます。なので、痛み止め飲んでるあなただとかね、っていうのはぜひ試していただければと思います。はい。それではですね、まあ、よかったら私のチャンネル登録の方をしていただいて、またですね、
前回の動画を見て、まあこの辺の頭痛の方とかもですね、ぜひ動画がありますので、そちらの方もチェックしていただければと思います。はい、それですね、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。しっかり頑張ってください。失礼します。